アヤコ村、彩り二次村は、香港の団地で、カラフルな外観から、観光スポットとなっている。旧龍の紀大仙区の牛池湾に所在する。1965年の、香港建築家協会年次賞で銀賞を受賞。アヤコ村は、牛池湾にある。開会式プラーク、香港政府は1958年に、香港住宅局に、 この土地への大規模な住宅団地の建設を許可した。団地の各ブロックは1962年から1964年の間に順次完成した。1963年のオープニングセレモニーには当時の香港総督であるロバート・ブラウン・ブラックも出席した。当時の式典を記念する看板が団地の一角に掲示されている。約4万3千人が居住することができ。 香港では当時最大の公営住宅であった。1964年にリチャード・ニクソン、1966年に英国のマーガレット王女、1967年にアレクサンドラ王女を含む著名人の訪問があった。2021年現在は香港防衛委員会が管理している。アヤコ村は複数のブロックや施設から構成される複合的な住宅地である。 敷地内には11ブロックの住宅、1つの駐車場、5つの学校が存在し、各ブロックの1階には商店や飲食店がある。敷地内の道路はブロックを互いに接続し、また主要な道路への導線となっている。団地の遠望彩り虹のバスターミナル、九流半島東部のいくつかの主要道路に囲まれているため、バスのネットワークは非常に便利である。 この団地名に由来するみ、包み線の彩りに次駅の至近に位置する。バスケットボールコートで、ヴィンテージカメラを設定する、写真家カラフルで、特徴的な外観から、近年観光地としての人気が高まっている。最も撮影される構図は、バスケットボールコートと背後のレインボーの外観が、含まれるものである。一部のジャーナリストや研究者はこの地域の、 Instagram 人気の高まりに反対し、香港の団地の複雑な社会史に対する見方が浅く、しかもスペースを利用したい、地元の人々を追い払っていると批判する。他方、一部の地元の人々は東団地の写真を観光商材として販売している。2017年には、写真の一つが、アルチードイメージ図社建築写真賞の最終選考に、残った。さらには、 韓国のバンドセブンティーンのミュージックビデオに使用され、香港政府観光局も登壇地を宣伝している。ありがとうございます。